今回は2ブロックの女性のベリーショートを解説していきたいと思います。ネープの部分を分け取り、そこを横すらのエレベーションでつなげていきます。少し上に持ち上げてカットすることによって縦軸と横軸を同時につなげていきます。産毛を剃ります。サイドを2ブロックに取り、耳周りのカットに入ります。使用しているのはブラント3セニングという馬力があるラインを作るセニングになります。ここからはショーバルタンというカービングシザーを使いながら、コームは使わずカットしていきます。コームを使うとテンションをかけてしまうので毛が収まりが丸く収まらないんですね。なので髪の毛があくまでも丸く収まるようにコームを使わず、指のシェイプですね、フィンガーシェイプと呼んでますが、それでカールをイメージしながらカットします。これはスクラッチカットといって、毛の動きを出したい、そして曲げたい位置ですね、そこからそぎを入れて髪の毛が独立して束で動くようにしております。通常の下から入れるスライドカットは左右差が出るんですが、体の構造上しょうがないんですけれども、このスクラッチカットに関しては左右同じ状況で入れることができるので、僕は下から入れるスライドカットは一切使わず、このスクラッチカットっていうのを使ってます。適当に入れるのではなくて、どこから曲げたいのかっていうのがあくまでもポイントになります。これは R2 セニングというハサミを使って、棒刃が下ですね、その状態で間引いてる感じです。顔周りの細かいニュアンスを出すのにそうしてます。後ろの方も束感をちょっと出るような感じで、ちょっと間引いて棒刃が下になるような感じでカットしていきます。これもちょうどいい削ぎ率で作られているハサミになりますので使いやすいです。バームワックスとハードスプレーですね、それを合わせたスタイリングは結構僕の中で今熱いんですが、それでスタイリングをするとかなりかっこよくなります。これ以前ね、僕の方でカラーをして、したんですが、数ヶ月経ってもこのように使えるので、中間の V1 のカラーってかなり使えます。今回はカットだけですが、こういうカラーもやってみてください。